アパッチソフトウェア財団はオープンソースのソフトウェアプロジェクトを支援する団体であり、アメリカ合衆国で登録された非営利団体である。当初は Web サーバーソフトウェアであるアパッチ HTTP サーバーの開発のために発足したが、現在は多くのプロジェクトを抱え、ソフトウェアブランドとしてのアパッチを保持している。名実ともに世界で成功している。 オープンソースソフトウェアコミュニティの一つである。定款では次のように規定されている。オープンでコラボレーティブなソフトウェア開発プロジェクトのためにハードウェア、コミュニケーション及びビジネスインフラストラクチャを提供する。会社や個人が寄贈した設備や資金が個人ではなく公益に使用されることを保障する。アスフやそのプロジェクト及びソフトウェア製品に向けられた法的訴訟から個人を保護する。 アパッチブランドとそのソフトウェア製品の法的権利を保護する。1995年当時 Web サーバーソフトウェアは、セルンが開発したセルン HTTPD と NCSSA が開発した n c s a h t t p d の2種類があった。n c s a h t t p d は初めて、コモンゲートウェイインターフェースを採用するなど、非常に普及していた。にもかかわらず、 その後ほとんどメンテナンスが行われなくなり放置されていた。そこで何人かの有志が改良とサポートを行うためのグループを作り自分たちをアパッチグループと名付けた。しかし彼らもその後プロジェクトに興味を失ってしまい再度放置されかけた。そのため百九十九年にユーザーの一人だったブライアン・ビエルンドーフが自分のサーバーを使って ユーザーのためのメーリングリストを立ち上げた。これが現在のアスフの母体である。なお、アパッチの名前はネイティブアメリカンのアパッチ族への尊敬の念に由来している。パッチだらけのサーバー、A、ええ、パッチサーバーがなまったものだという説はよくできた写楽ではあるが事実ではない。2008年、マイクロソフトから資金提供を受けることとなり、オープンソース関係者を驚かせた。 アスフは仮想的な組織であり、物理的なオフィスを持たない。ただし、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコベエリア地域の4カ所のコロケーション設備に合計16台のサーバーを設置している。アスフの組織はユーザー、コミッタ、オフィサー、メンバー、及び理事会からなる。なお、アスフの参加者は完全なボランティアであり、アスフからいかなる報酬も受け取っていない。 アスフの運営は、理事会によって行われるが、全体の管理監督、マネジメントや知的財産の保護に限られ、技術的な決定や指示をすることはない。技術的な決定は各、プロジェクトごとに設置され、数と以上のオフィサが主催する PMC が行う。また、アスフのコミュニケーションは原則としてすべて、メーリングリストにより行われ、内容は公開され、アーカイブされる。 ASF のプロジェクトはアパッチライセンスの下で行われる。このライセンスは BSD ライセンスに下記の条項が追加されたものとなっている。アパッチライセンス2.0では大幅に変更され GNU ゼネラルパブリックライセンス第3版と互換性を有するようになった。ASF ではアパッチ HTTP サーバーだけでなく様々な ソフトウェアが開発されており、トップレベルのプロジェクトだけで206に及び、アパッチブランドを構成している。その成果はすべてソースコードと共に公開され、誰もが無償で利用できる。ありがとうございます。